はい、新宿駅前ご通行中の皆さん、こんばんは。残り5分お話をしようと代表に言われましたが、全く考えてませんでした。昨今の国会は、まあ、今お休み中ですけど、なんか野党の筆頭や、最大野党の立憲民主党の国会委員長の辻元さんという女性の方が、国会に休み明け戻るよみたいなことを言って、政府に圧力をかけ続けた私たちの勝利だみたいなことを発言していたんですけど、そのセリフ、セリフがどうも吉本新喜劇でいうあれですね、コテンパンにやられて、今日はこのぐらいで勘弁しといてやろうかにしか聞こえないのは私だけでしょうか。明らかに自民党が、与党が野党の審議拒否という戦術を裏手に取って、自分たちだけで審議を進めて、国会の案件をサクサクと処理していく、その光景に国民が見慣れてしまうと、野党いらないんじゃないっていうことが気づかれてしまう。私たちはいらないと思ってますけど、そうじゃないね、私たちのような思想を持ってない方々で、もっと言えばネット環境に触れる機会がない、触れていてもネットで政治関係のニュースなんか見ませんよ。ネットはね、アニメ見るもんでしょとか、お友達とつながって楽しんで趣味の話だけしてますっていう方は多いかと思うんですけど、そういう方々にまで野党いらないよね、だからいなくても何にも問題なく進んでるよねっていうのがバレてしまいますからね。露骨に目の前で行われるわけですから、これはちょこっと見れば子供にでも分かるようなことですから、それがバレるのが怖くて、ましてや安倍さんやめてくれなんて調子のいいことを言ってたら、じゃあ解散すっからみたいなニュースがちょこっと流れたら、ちょっと待てよ、それ聞いてねえよみたいなね、野党なんだから解散したら喜ばなきゃダメでしょ。解散しなきゃいつまでもあんたら野党でしょって思うんですけどね。野党は解散してもらって初めて自分たちが与党になるチャンスができるわけです。解散するって言った瞬間にバチコイって言わなきゃダメでしょ。よっしゃとガッツポーズして喜ぶのが本来の野党だと思うんですけど、そのために解散するとき万歳ってやるんじゃないですか、あれ。まあ、よくわかんないですよ、万歳の期限っていうのはね。だけど解散するかもよなんていうニュースが流れた瞬間にね、疑惑隠し解散だって、なんじゃそれ、疑惑隠しで解散するんだみたいなね、もう解散しないでくれっていうサインを送り出す野党の国対委員長、ちょっとためがなさすぎますよね、反応が素直すぎますよね。今このパンチ効いたぞって顔どころか全身で表現してますよね。痛い時に痛いつっちゃダメなんですよ、大人は。痛い時に痛くないふりして全然平気だもんつってないとまたそこ突っ込まれますよ。今度野党の方、休み明け、連休明けね、審議に加わるのかどうかまだはっきりしませんけど、まあ加わってどんな中身の話をするのか、私たちは高みの見物で楽しみにしてますけど、どうか一般の方々もね、今まで国会なんか見てなかった方も、楽しいですよ、この 1,2 週間野党はいなかった国会と、野党が帰ってきた後の国会と、どうか1日でいいので見比べていただいて、今の野党、我々が言う特定野党、名前を出すと立憲民主党、社民党、共産党、
自由とあとどこだっけって感じなんですけど、そちらの方々本当に日本の国会に必要なのか、まあ、戻ってくるとは限りませんけど、万が一戻ってきた時には皆さんお願いですから一度でいいので見比べてみてください。4月の後半の彼らがいない国会と彼らが戻ってきたとの学会、どちらが正常に機能しているのか、どうか見比べていただいて、次の選挙、皆さんの進歩の選挙、投票の参考にしていただけるとありがたい、このように思います。どうもありがとうございました。